たし。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあね、今回決勝戦、近畿大阪ですけども、まあそこで、優勝されて、まあ今の率直な気持ちというか、うん、はどういかがでしょう。まあそうですね、あの別戦でちょっと自分の中では気持ちが重かったんですけど、しっかり力勝負ができてよかったかなというふうに思います。まあこれでね、399勝というところで、まあ、400勝、まあ、リーチにもかかりましたけど、まあ今後の目標といいますか、はあったりしますかね。まあ、そうですね、400勝はまだあくまで通過点だと思ってますし、まだまだ目の前の1勝を取りしっかり頑張りたいと思います。わかりました。まあ、最後にファンの皆さんに向けて一言メッセージお願いします。はい、あの共同まで、まあ、日がないですけども、しっかりまた勝負できるように一生懸命頑張りたいと思いますので、もうよろしくお願いします。